キチャンネル。ちょっ。さあ、開幕から1ヶ月、総チェック。はい、ということで、今日は、楽天 DNA 編で、ございます。ということで、今日が、4月の、30日、現在でございます。ね、ここら辺は、タイムラグなくね、撮った方がいいというところで、前回はね、スタジオ、まあ、事務所に撮りましたけども、今回は自宅です。はい。ということで、楽天、現状、4月30日、だから、まあ、今日が30日だから、まだ試合やってないから、29日、現状で言うと、25試合消化で11勝13敗1引き分け、借金に、首位と 6.5 ゲーム差、3位と1ゲーム差で、現状4位でございます。はい。できた中で、チーム打率がね、2割3分4厘ということで、パリーグ4位、はい、で打点75もパリーグ4位で、ホームラン8本はパリーグ最下位、得点圏打率2割7分2厘はパリーグ1位ね。で、得点圏も、213打数っていうところでパリーグ2位なんで、結構得点のチャンスも高いし、その中でね、きっちりヒットを打ってるっていうところは、数字にはね、出てます。その中で、打点が75、パリーグ3位っていうことを考えると、やっぱりね、この2位の78オリックスよりも、打席数多いし、得点圏打率も高いのに点が入ってないっていうことは、このね、やっぱホームランが少ないっていうところが、まあ、コツコツいかなきゃいけないっていうところがね、その得点圏打率の数字はいいけども、得点に結びついてないっていうところがね、あるのかなっていうね。でフォアボールの数81個っていうところで、ここはパリーグ2位なんで、しっかりフォアボールもね、選んで出塁してるっていう中では、やっぱり塁結構ね、賑わしてるし、で足使うのもね、盗塁が、ここまで、15、これはパリーグ日本ハムと次いで2位、でも盗塁成功率は8割8分、2厘だから、ここはあのパリーグ1位だから、しっかりね、成功してると。でバンド31の中で企画して29成功、これはパリーグ1位で、バンド成功率も9割3分5厘とパリーグ2位だから、こういった足を使う野球で、ギダっていうところはね、非常に固く成功してるっていうところは、チャンスもね、広くなってきてるのかなと。で代打率が1割9分というところで、ちょっと代打成功率はね、ちょっと悪いのかなと。でエラー10個はね、2番目に少ないっていうところでは、まあ、エラーもね、少なく、だから野手としたら、でもまあね、良くもないけど悪くもないっていうね。まあ、まだ浅村がね、2割3分7厘、ホームラン2本14打点っていうところで、まあ、なかなか上がってきてないし、小深田も2割3厘はね、ちょっと本人からしたらまだまだっていうところもあるしね。村林2割4分7厘ホームラン1本だったやつ、ここもうちょっとね、打てるかなと。でも辰巳がね、2割9分2厘で頑張ってるっていうところもあるし、島内が2割9厘ね、岡島2割2分4厘っていう、だからポイントポイントでは打ってるけども、やっぱ続かないっていうところがね、なかなか苦しいのかなと。小深田盗塁8個はね、しっかりしてるっていう。でもそこに続いていくのがね、この辰巳の2個だからね、あと小郷の4個か、小郷が2割8分8厘っていうね、中ではやっぱもうちょっと寂しいよね、全体的な、打線っていうところを考えるとね。だからそこがまだ4位なのかなって、まあ悪くもないけどね、特別良くもないっていうね。で続いて投手陣、防御率 3.65 はパリーグ最下位、先発防御率 4.00 もパリーグ最下位、しかも今年のパリーグは防御率チームで3点台もいないんだよね。だからこの5位が 2.91 の先発防御率ロッテだから、 1.09 ポイントも空いてるから、これはちょっと空きすぎだね。で救援防御率が、3.10 で、パリーグ4位っていうところで言うと、やっぱり先発がね、なかなかっていうね。で三振がね、152個で、これパリーグで一番取れてないんだよね。だからやっぱ三振取るピッチャーがね、いないから、バットに当てられるっていうところが、このね、被打率2割7分6厘、これダントツパリーグでね、一番打たれてるっていうね。やっぱ三振取れるピッチャーが少ないんで、バットに当てられちゃう。そこの中でやっぱ被打率が増えちゃうっていうね。でクオリティスタート率が 44% でパリーグ最下位ね。で援護の方は 3.14 とパリーグ4位なんで、まあここは援護はまあ良くも悪くもないっていうね。まあ、こう投手陣きついよね、結構全体的には。だからその中で言うと、まあ投手陣ね、ここまで一番の勝ち頭とかポンセ、2勝1敗 3.13 で、岸が3防御率3点台1勝2敗
で庄司が 5.63 で1勝1敗、早川が 4.26 で1勝3敗、ね、で藤井が1勝1敗で 5.14 防御率、ね、いやーきついよね。で内が3点台、1勝1敗、ね、だから先発やっぱこいつが投げたら勝てる、絶対勝てるっていう絶対的エース感が先発にないっていうところが若干苦しいのかなと。でまあリリーフはね、まあ、あの則本がねしっかり後ろで頑張ってるっていうね、まあ、抜けた時には西垣ね、頑張ったっていうところもあるし、まあ、酒井で渡辺ね、いやーだから投手陣やな、こう見てもね投手陣ちょっときついよね全体的にね。だからやっぱりね、これはもう開幕前からずっと言ってくるけど、ね、若手の台頭っていうところがねなかなかやっぱり来てないっていうところがやっぱ苦しいんでね、まあ、防御率ピッチャー陣なんとかしなきゃいけないっていうね、まあ、打線ももうちょっと上げていかなきゃいけないしね。だからまあこっからの戦いで言うと、まあ、ベンチはね盗塁の策取ったり送りバントしたり、ね、今井監督も堅実なところはしっかりやってきてるし、エラーも少ないでフォアボールの数も多い。だやるべきことだから、そのやるべきことはねやってると思うんだよね。でやろうとしてるけども、やっぱその個々の能力で最後打つっていうところと、あとは投手陣やっぱ先発がやっぱめっちゃ頑張んなきゃいけないね、もっとね。そうじゃないともうリリーフも疲弊していくし、やっぱクオリティスタート率は 44% だったらやっぱリリーフがやっぱすこぶるめっちゃいいみたいな感じで待っとかないとやっぱ苦しくなるからね。そういった意味では、まあ、被打率も2割7分6厘ってめちゃくちゃ高いからね。その次に悪いのがロッテだけど2割3分1厘だから4分5厘も高いから、やっぱり先発がもっと頑張んないとこっから上に行くのはなかなか厳しいんじゃないのかなっていうところもあるんで、まあ、今後ね先発がどうなってくるのか、新しい選手出てくるのか、今いる選手がもっと躍動するのかっていうところがポイントかな。あと打線ではやっぱ浅村とかね頼りっていうところもあるけどね、外国人がいないだけにね。でその中で送りバントでやることやってるか、あとはもう個々の能力頼みになるね。ベンチとしてはちょっともう策がないね、これ以上ね選手を育てて誰かが頑張っていくしかないねっていうところがね、楽天の1ヶ月今後向けてはやっぱり個々の選手の成績アップがね、チームとしてじゃなくてもう個が頑張るしかないっていうところがポイントかな。続いて DeNA ね、現状25試合消化で10勝14敗1分け、借金が、4の、現状5位タイ、ヤクルトと一緒、勝率4割1分7厘で5位タイ、でございます。まあ、その中でね、打撃陣、チーム打率が2割3分クリーンで、セリーグ3位、ね、でもホームラン8本がセリーグで一番少ない、ね、で得点圏打率が2割3分2厘で、こちらパリーグ、あ、セリーグ5位、ね、フォアボール76個は、セリーグ4位、盗塁13個ね、盗塁成功率、7割2分2厘。こちらと成功率は3位。盗塁も2位だね。ヤクルトと同率に1位巨人14個。だから結構してるイメージあったけど、そんなめちゃくちゃしてるわけじゃないんだね。で、バントはあんまりしないけども、ギダ10回中10回成功して、成功率10割。ね。で、代打成功率が1割9分6厘で3位。ね。でもエラー18個はダントツ1位。でもここやろ、ミス多いよ本当、なんてことないところでね、記録に残る残らないも含めて本当ミス多い。そういったところがもったいないよね。で、ヤグで DeNA ね、チーム防御率 3.61 でセリーグ最下位、先発防御率 3.87 セリーグ最下位、救援防御率 3.21 セリーグ最下位ね。で三振の数165個も、奪三振セリーグ最下位、被安打209本もセリーグで2番目に多い、被本塁打14本はセリーグで一番多い、でフォアボール吉球86個もセリーグで一番多い、ね、失点105点は唯一の100点超え DeNA で、被打率2割4分7厘はセリーグで2番目に打たれてる、クオリティスタート率 40% はセリーグで一番悪い、で援護率が 3.46 でセリーグで2番目に点取ってくれてるから、もう点は取ってくれてんだよね。もうこれね明確だね、もう理由はもう明確、投手陣やね。しかもね、
105点失点してるけども自責点が89なのよ。っていうことは16点そのエラーで点が入ってるのよ。16点、こんな16点も他の球団見ても16点も失点ずつできて差が空いてる球団ないのよ、ね、これもし89一番少ないとこだったらヤクルトの失点89自責86で3点だからね差はね。阪神もエラー多いけども13点だから差がね。でもそもそも失点が169とね全然取られてないっていうところもあるけども、こう自責と失点の数も多すぎるしね、フォアボールの数も多すぎる。86唯一の86だからね、次に悪いのがヤクルトの64だから22個も多いからね。しかもデッドボールを10も一番多いのよ、セリーグでね。だから四死球、吉四球96だからね、もうちょっと100行きかけてるから、まあ、投手陣のこのバランスの悪さやな。打撃陣はね、まあ、めちゃくちゃいいわけじゃないけど、援護率も結構点取ってくれてるし、いい形でなってるからね。まあ、その中で言うと、投手陣ね、東、2勝0敗、2.73。だからもう、東に4、だから平の怪我痛かったね。まあ、大貫も 2.63 ね、防御率いいけども、1勝3敗。いやーで、山崎朝日がちょっとまた落ちてきたしね。で、またボロ負けするからね。この前の中日戦の11点もそうだけども、そこがね、まあ、多分一気にチーム防御率とかね、が悪くなってるっていうところもあるけども、まあ、打撃の中ではね、もう今年一本立ちしたキャッチャー山本がね、2割9分5厘でね、非常に打ってるし、牧も3割超えてきてね、まあ、ホームランもここから増えてくるだろうっていうところもあるし、まあ、オースティンがね、怪我したのは痛かったけども、宮崎もね、今2割9分6厘だから、まあ、黙っとけば3割乗ってくるっていうね。で、まあ、渡辺がちょっとストップしてるよね。まあ、でもホームラン3本はチーム最多だからね、打点11。結構インコースね、攻められてるから、そこがどうなるかっていうね。で、3の2割5分3厘ね、ここもうちょっと上げていきたいなっていうね。で、関根2割6分4厘。まあ、ここは安定的に頑張ってるっていうところもあるけども、まあ、投手陣やね。あとはちょっと噛み合わせか。投打のね、バランスの噛み合わせがうまくガチってはまれば、そっからね、勝ってくるような気持ちもするけども、大敗あるしね。あとは点取れなかった時も結構あったから、まあ、そういったところもなかなかきつかったかな。勝ってる試合も広島に11点とか5点とか取れてるから大味に負けるからね。そういったところがチームのね防御率とかを悪くしているところかなっていうところもあるけども、打線もでもそんな言うほど点取れてへんしな。つながりが悪いのかな打線もね。だからこう分かった、このねやっぱ打線投打のね噛み合わせが悪すぎる。点取った時は取られて、ピッチャー踏ん張ってる時は点取れないみたいな。だからこう噛み合わせやな。これ紙もうでもこんなんね解決策ないしな、まあ、なんとか踏ん張っていくしかない。だから東とかの試合も勝ってで、ね、調子伸びていくっていうのもあるし、バント成功率10割だけど10個しかないから、やっぱりね、まあ、しないっていうポリシーなのかもしれないけども、まあ、まだ序盤だからねいいけども、まあ、勝負どころで負けたくないっていうところはした方がいいよね。あの連敗時痛かったよね、まあ、あの連敗が一番今の現状のね、多分スタッツ、成績をちょっと悪くしてるっていうところもあるけども、まあでもその中でもね、まあ、フォアボールとか多いから、フォアボールとエラーだね、これちょっとどうにかしよう、この1ヶ月間でね、全体的にこの自責と失点の差も激しすぎるしね、このフォアボールとエラーが改善していけば、無駄に負けなくなるし、勝てる試合をもっと拾えると思うし、あとビッグゲーム、ビッグイニングとか、大量失点もフォアボールがそんなにならなかったらね、増えることないから、そういった意味では成績並みのね、なんかこう噛み合わせやと思うんだよね。そこがまあどうなるのかっていうところもあるけども、まあ、全体的に今日の楽天と DeNA の共通しているところが、まあ、ちょっと投手陣のねスタッツがちょっと悪いところがあるっていうところもあるんでね、まあ、でも DeNA はねその徳山だったりとか松本で森原とかもね、めっちゃいいしね、まあ、ウェンデルケいなくなったのも見たいけど、ちょっと山崎康晃がねどうなのかっていうところもあるけどもね、いい形のピッチングもあるからね、やっぱこれ、ね、噛み合わせがね良くなればいいと思うんで、だからその中でもやっぱエラーとフォアボールっていうところはね、しっかり防いでいくべきなのかなっていう、このね1ヶ月間のところを見てみるとね、まあ、そこは今後ね上昇していくところのポイントかなっていうところもあるんでね、まあ、そういったところがね今回、楽天ね DeNA の1ヶ月総チェックでした。
皆さんどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。お願いします。